時計ファン、おすすめアンティーク時計、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、オリエント、ウーマ、クォーツ、希少レアモデル、メッシュベルト、JA1071。オリエント社が、プーマのライセンス生産していた時代のモデルです。エッジの効いたステンレスケースに、長さ調整可能なメッシュベルトを装着していて、国産セミアンティークの雰囲気たっぷりのモデル。シルバーダイヤルに、12時1に PUMA、6時1にプーマのマーク、アップライトインデックス、デート付き。2本目は、シチズン、クラブラメール、全数字ローマンダイヤル、クォーツ、金メッキ、JA0706。昨今、機械式のモデルで復活したクラブラミエールモデルですが、このモデルは1990年代の希少なオリジナルシリーズのクォーツモデルです。ラウンドケース、GF、金メッキケース、文字盤は白文字盤に全数字ローマン数字、3針で、かつ日付表示のないシンプルで上品なデザインです。リューズがケース部分に隠れるので、引っかかりがなくデザイン性にも優れています。3本目は、セイコー、シャリオ、手巻き、金メッキ、REF2220 の0530未使用品、JA0674。大変綺麗な白文字盤に、全数字ローマンダイヤルプリントを施した品のあるデザインです。装飾性のあるラグが、優雅さを感じさせます。ケースの裏蓋も含めて金メッキ、ASGP 使用。革ベルトが装着されていましたが、劣化が著しいので、セイコー社製の新品ブラックカーフベルトに交換してあります。4本目は、セイコー、シャリオ、手巻き、金メッキ、REF2220 の7260未使用品、JA0677。オーバル型の SGP 金メッキケース、大変綺麗なシャンパンカラーの文字盤に、全数字ローマンダイヤルプリントを施した品のあるデザインです。ケースの裏蓋はステンレス仕様です。革ベルトが装着されていましたが、劣化が著しいので、新品のブラックカーフベルトに交換してあります。詳しくは、時計の委託、アンティーウォッチマンでご確認ください。